はい、ということでこいつらですね、なんとかしないとどげんかせんとなっていうねことなんですが、こいつとこいつと、まあ一つ考えたのはハーディーで2体強くした状態でもうここに突っ込んでいくと、突っ込んでいって1体倒す、うん、だからそれまでは耐える、そういった形でできればとは思うんですが、そうするとハーディ、うーん、次のターン、そうねっていう感じでいきましょうか一旦ね。ロランが一応ここまでいけるから回復しておけば大丈夫ね、デュバルも。どっちかっていうとロランはここの方がいいよね。でデュバルはこっか、そっか、ここ、こことここで攻撃か。ロランはここの方がいいのか。OK。ここまでここでギリギリいける、これもちろんいけると、そういう感じですね。よし、そしたればいきましょう。ハーディでロラン強くするで、ロランは自分で回復するで、デュバルもハーディーで強くしておく、そんでもってハンスがちょっとティッシュ回復しておくっていう感じかな。さっきロラン耐えたから大うわー大丈夫だと思うんすけど、厳しいかな。30、あーよかった、飛んできて、これはハンスですもんね。よし、これ強くなってる、2人回復が必要。で攻撃、勝て、全然足りないっすね。マジかこれ。攻撃、持ってくれるかね。12、12か。ハンスの攻撃で倒せるんですよ。めっちゃ強い。ハンスをハーディした方が良かったのかな。いやー、これロラン持たねえだろ。ロランちょっとどう、ちょっとうまいことなんないっすかね。なんとかうまいことロラン
攻撃外してくれないかな。よし、外した。お、これ大丈夫になるんじゃない。ハンスも大丈夫だと思うんで、そしてユバルだけ。よし、大丈夫でしょう。オッケー、お前ら好機を逃したな。これでいける。これで、これでハンスにちょっと待ってね、待ってね、ちゃんとしよう、ちゃんと。デュバルとロランは回復しないとダメだから、ハンスにハーディーかければいいのか。ハーディーの回数もかもう限られてきちゃってるからね。これでハーディーをハンスにかけて、ここでいけるか。68、あんまり。52か。もういけるんだけどね、もういけるんだけどね。よし、ここでやってデュバルが薬草場でなんとか回復して、どうだ、ローラン耐えた。これハンスか。よし、よし、来た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 。これで攻撃力戻っちゃってんだよね。まああとはこいつ8残ってるなですね。ようやってくれたなこの野郎。ハンスの攻撃力上がってるんですけど、一貫戦 HP がね低いんで、罠とこいつの攻撃でやられちゃうんですよね、このさっきみたいに。だからロランで行くしかないかな。デュバルのスピードブーツを普通に変えて、ロラン、あ、ホルマリング装備してんのか。これで一応ハンスをホルマリング装備させてあげればいいかなと。これでこいつ攻撃できるだろうと。テッシーの MP は取っておきたいから、迷う。デュバルのハーディーでロランを強くするで、ロランが攻撃すればいいでしょう。うらと60、いいね。よしよしよし、こんな感じで。ハンスまだ MP あるもんね。これで、あれ、ホルファー、ちょ待って、これ怖いな、これ怖いな。ここで行ってまず自分回復しよう。でテッシーのホルファーかな、もうちょっとここは行っちゃおう。ホルファーでロラン回復と。ウィー、強いね。
44ですかと。だがこっちもくわ強い、こっちもそう簡単に負けてらんねえと。あれ、これなかなかもう一個下いければハンスの攻撃いけるね。ロランはもうスピードブーツいらないんで、あでも回復が今度ロランできなくなる。あでもデュバルで薬草場でやってあげればいいのかな。装備でスピードブーツ、この入れ替え、装備入れ替え性も大事だからね。攻撃よし。あーこれいったな、これ倒したな。もうあと罠が作動しても大丈夫でしょう。 OK、 ロラン、ちょっとロラン最後、最後ロラン、ロランかデュバルかどっちかな。うえー、勝ったぜこの野郎。やりましたよ皆さん。見ていただいている方もありがとうございます。ロランとハンスもやられましたけど、ロランとハンスやりました、ありがとうございますよ。 OK、あ、いました、捕まってました。コゼットちゃん、テッシーぶっ飛ばされる。ハンスさん、ハンスさんね、目が霞んでもう見えないの。でも来てくれたのね。コゼットちゃん、兄貴病院に行かなくちゃ、シーケットに戻らなくちゃ。お、戻ろう戻ろう。あーでもよかった、ベッドの上にいるということは大丈夫ということでしょう。兄貴、足はここに残ってもいいかな。この町が元通りになるまでここを守っていたいんだ。仕方ない、ほら足の生まれたウィンガって動いてただろ。だから足は一つの場所にずっと住んでたことないんだ。兄貴、足のわがまま許してくれるかい。ちょっと心に刺す言葉、一つの場所にずっと住んでたことないんだ。今回の件と全く関係ないですけど、ちょ、冷静に考えると全く関係ないけども、ちょっと心に響くよね。ああ許すハンス、仕方ない。ああ兄貴ありがとう、ありがとう。ね、兄貴達者でね。いや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 、治ったら来るでしょ。ハンスの隊が離脱した。早く行ってくれよ、じゃないと足も辛くなるよ。そうね、この時間がね、もうすっかり、ちょっと待て待て待て、もうすっかり良くなります。早い展開、早い。じゃあもうハンスいいじゃん。まあまあ、街が元に戻るまですっかり良くなりましたって、そこはそれ言わなくても、ハンスさんと一緒に必ずこの村を昔のようにしてみせます。あのハンスさんを許してあげてください。はい、ロラン行こうか。テッシーまたカッコつけてる。 OK 行こう。それでハンスの部隊がみんなここにいると。お元気で。思えば長いようで短い旅でした。ハンス隊長のわがままを聞いてくださってありがとうございます。別れとはやはり辛いものですね。テッシー様お元気で。いやー、ミハイルとね、別れるのがちょっと辛いな。デュバル、さすがのわしも今回はハンスを攻めることはできん。あんだけ言ってたのに、軍隊がどうのこうのって。まあ確かにね、仕方ないっすよこれは。ハンスがいなくなってちょっと寂しいけれども、次行きましょうということになりますと。ハンス部隊の装備がここに入ってますね。でちょっとこれ、まあちょっと掘っておいて行きましょうか。話は変わってるのかな。嬉しいよ、
まあまあ変わってますけれども、まあ新しい情報は特にはなさそう。あいつはバケモンでしたわ。ああ、ルビーをついた。あ、ゲルドレイがルビーをついてたってことなのかな、そうすると。へえ、違うか、ルビー、とりあえず止まって行きましょう。いやでも暑かったっすね、あの戦いは。いや勝ててよかった。じゃあまあ結局、これ見るとちょっと悲しいよね、ハンスいない。次の町からまた行きましょうっていうことになります。曲元に戻った、よかった。でもハンスはいない。ハンスのやつね、あんなやつでもいなくなると寂しいものだの。そうそうなのよ、そうなんだよね。さ、先を急ごう、鉄心。干渉に浸ってる場合じゃないぞ。立ち直り。でもみんなちょっと元気づけてくれていいね、優しいね。じゃあ行くとしますかという感じになるんですけれども、もう一つねイベントがあります。行きましょう。鉄心さん、リディアが駆けつけてくれるっていうね。鉄心さん、お久しぶりです。エセンシアのリディアです。テッシーさんのおかげでエセンシアは昔の姿を取り戻しつつあります。今度は私があなたを助ける番です。きっとテッシーさんのお役に立てるはずです。私の舞台を仲間にしてくれますね。もちろん、そう言ってくれると思いました。さ、司祭たちを救いに行きましょう。リディアの舞台が仲間になったと。リディアめっちゃいい、めっちゃいいよね。ごめんね、ベッドベトのアメジストあげちゃったけど。押していかれるっていうね。ということで、このリディアの舞台がね、仲間になりました。ちょっと状態見てみます。素晴らしいっすよねこれ。レベル14、全員女の子というね。一気に華やかになりましたね。ローランの舞台もね、ちょっと楽しくなるんじゃないでしょうかね。リディア、チェインメイルというね。なるほど。エヴァ、どっかで聞いた名前。天使のローブ、アラウンドとライザック、クルライザ覚えてる。フリバネンもあると。素晴らしい。オリガ、いや、鉄の剣。ちょっと装備はまあ、一つ前のものですけれども、十分。いや、こういう心意気ですよね。すぐ仲間になってくれるっていうね、追っかけてきてくれる、こういうね女の人がね、やっぱりいいんじゃないでしょうかね。男の人はやっぱりいいですよ、男気があるっていうね。後から必ず駆けつけますって言ってちゃんと来てくれたリディアですね。でまあこの次のマップですね。おお、街近いえ、これすぐ行けんじゃん、めっちゃ近い。でも上が本命か。これなんかいかにもって感じですよね。何これ、アンペラーなんかネズミっぽいけれどもね、これは要注意ですね。 HP も高いんですけれども、ちょっと角が光ってるじゃないですか。確かこいつね、あの雷のね、雷落としてきます。要注意ですね。ガーゴン、何お前、何手持ってんの、手じゃねえのかこれ、尻尾なんすかね。また硬そうな感じですね。なんかしてくるんでしょうかね。あんまりこいつ覚えてないな。あんま覚えてないってことは大したことないのかな。あとはヘルハウンドさんとガッチガチのランドアーチ。うわ、固めてるね。ということで、ここですね、まずはここ行きましょうか。そんでもって上が本命のイベント、またこれ面白い趣向ですね。
いけるんじゃない？ちゃん。ああ、でも次の動画にしましょうかね。はい。次の動画で街行って、街の探索っていう感じですね。あ、一気に華やかになってますね、これ。OK! では、ここまで見ていただきまして、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。